はい、おはようございます、ね、2日目の朝です、ね、はい、ヒーローちゃんだから、ヒーローちゃん、まあ、泣いてたから可愛かったけど ね、それとね、この子、はるちゃん動いてます。今チュールやっとってるから、ね、はい、いるかな、はるちゃん、どう、はい、はるちゃん、ね、動いてますよ、はるちゃん。結構昨日からね、うろうろしだしてるからね、ちょっと安心してるんだけどね、今日朝ちょっと探すのに難儀してんけど、この子もね、あのルルちゃんも復活。はい、ルルちゃん、ちょっと青いのなんかついてるでしょ、これね、ルルちゃん復活してます。もうチュール散々食ってるからね、はい、はい、もう復活です、これ完全復活。ミリちゃんがね、ちょっとおとなしになってるけど、はい、はい、ソラちゃん、ソラちゃんとキーボーね、ここらも中に与えてますね、ミリちゃん出ておいて、はい、ミリちゃん、だんだんおるさになってきましたね、これ。これ青いのなんか、なんでしょうね、これ、おいで、取ったら思ってもね、この子逃げるからね。はい、トラキチ、トラキチどこ行ったの、トラキチ、こっち行こうか、下に行きますね、はい、じゃあ、まあ、ちょっと休み中ね、言うてたようにね、この名前のね、あの呼んでいくやつ、あの作ろうと思ってんの、ゆっくり、はい、トトちゃん、この子ね、フリちゃん、この子じゃなかったかな、血尿は。でもこの子出そうかな思って今開けてます。まあ自由にね、自分から出てくれるまで待っとくかと、フリちゃんも出そうかなと。はい、いっちゃん、あ、みっちゃん、その兄弟のみっちゃん、この子はちょっとね、血尿、ま、待ちにはなってんけど、ね、まあ、ちょっと薬与えて、薬っていいけど、俺も治ったら出してるからな。ここでね、この子ね、あれ、おしっことで、うんこやっと出ました。結構立ってますけどね、この子ね、それがこれです、はい、こんな感じでおしっことちょっと餌も食ってるかなって感じで、こんな感じです。まあちょっとまだね、怖いかもしれないけど、うん、これでね、ここ掃除してる時に、このあれ、珍しくあーちゃんがね、近くまで来たんでね、取れたんでね、取っときます、出しておきます。はい、母ちゃん、母ちゃん、父ちゃん、父ちゃん、最近おとなしかったのが出てます。母ちゃん、こんな感じでね、母ちゃん近くまで来たりね、結構ね、動いてへん子、ポポちゃんとか最近動いてへんで心配してはる人多いと思うんでね、取っとくかなって、うん、はい、それ他誰やったら、ここらブルーちゃんとかニックとか、ここは誰かおったの、はい、行くよ。これね、ミナコも、ミナコもチュール与えてあれしてます。まあちょっとね、おとなしい子にはね、ちょっとそういうね、餌当たってる、な、食べ、あ、ないね、あ、ここ入れるの忘れてる、もうなくなってる、はい、ああいうところに餌、これも結構減ってるわけから、ね、ちょっと落ちが悪いとこあるからね、ちょっと改良せなのかな、何してんや、そうだったのか、あーちゃん、はい、ちょっと出せるかな、れいちゃんかな、ももちゃんとね、ララちゃんは中へね、結構遊んでね、シャークも遊んでますね、シャークも遊んでますね、シャーク、ミオちゃんとね、中へ行きます、はい、ミオちゃん、ミオちゃん、ここにいたってこと、おいで、はい、シャークは、シャークは
シャー君おいで、おいで、おいで、シャー君、おいで、おいで、はい、シャー君ね、最近出たり出んかったりが多いわね。はい、ロシアンちゃん、ね、ロシアンちゃんね、もう終わるやね。ちょっと寒いような感じするね。今何度だろう。26度。これでここは、あ、17度。ちょっと寒いね。明日はちょっと寒いね。はい、アメちゃん、アメちゃんおいで。あら、アメちゃんおいで、はい、何も食わないよな。ちょっとまだ怖いねんな、まだな、お前なあ、あんましてないのに、あんま怖いのに、うん、多分スジちゃんってね、昨日までおばあちゃん追い込まれてたからね、スジちゃん。あ、ごめんな、ちょっと怖がってんな。この子はね、オスでもね、ちょっと気弱い子やからね、うん、なあ、そんなんやったらあんで、なあ、レポコちゃん、はい、マロンちゃんね、マロンちゃんどしっとね、怖がることないよ。マロンちゃんもだいぶ怖がないよ。あ、ミオちゃんも普通のどかな。それシャーコちゃんね、シャーコちゃんね、あ、怒ってる。お前がそのバックするからあかんの、ね、おいで、シャーコちゃんな。はい、スジちゃん結構おばちゃん追い込んでたし、スジちゃん、ナナちゃん、タロウちゃん、あ、ここも珍しいね、アメちゃんとロシアンちゃんとナナちゃん、こんな感じかな。ちょっと寒いね、今日は。ね、あ、なんちゃん、あ、なっちゃんね、あ、ママ、子供用です。美味しいやろね。ね、出といて、はい、あ、出といて、みみみちゃん、出といて、はい、毛も綺麗な、ほんまに綺麗な。ちょっとね、もあの、のびちゃんがまだね、退院まだなの。ちょっと心配なってきてるけど、さすがに。今日ぐらい退院になったらいいけどね。泣いてますね。おい、どうしたんや、どうしたんや、どうしたんや、何泣いてんやな。おいで、おいで、どうしたんや、どうしたんや、泣いないて、出たいもんな。けどこの子ね、結構短気かもわからんからね、自分から喧嘩を打っていくようなタイプやからね、ちょっと心配なの出したいからね、もうちょっと我慢せよ。今年はな、ほんまになんとかしたんだろうな、な、な部屋作って、こう考えてるのはね、あの、まあ、あの出したんにもするようにしてね、待ち合い室みたいな、この子もちょっと半分にこっちを待ち合い室に対して、あっちの猫部屋ちょっと広いの作ってね、で、まあ、ここらにね、ゲージあってね、もう出てこれるようにもするけど、パイプでね、あの、あちこち行けるようにしよう、パイプで組んで、まあそんなもんね、考えてるから、運動不足なんだよな、ゲージの方は特にな、おいで、おいで、おいで、けえのか、おいで、怖いんか、おいで、抱っこできたらもっと可愛いもんな。なあ。
叩き方が特に可愛いね。ああ、これなちょっとどないかするからな、考えるわな。まあ、こんな感じでね。で今日昨日はね晩昨日は柏原神宮行く言ってたけど結局寝てもうてね、嫁はんと。それでまあ夜にね岩盤浴行って、ね、ちょっとあちこちね体のケアしてきました。で今日ね娘たちとね柏原神宮今から行くんでね、まあ、またコメントなかなかできないと思うんでね、呼んだらいいねぐらいしかできないと思うんやけどね、それだけねご理解願います。願えたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございます。